こんにちは、ハイジーです。というわけで今日は高知に来ておりまして、高知といえばカツオ、美味しいカツオを食べにやってまいりました。やってきましたのは夜の商店街をちょっと抜けましたこちらのお店。なんとこちらではカツオを目の前でわら焼きしてくれるそうでございます。入ってまいりまして、うん、とりあえずやっぱこのカツオのたたきの、うん、はい、これ塩かタレ、塩注文しました、うん、塩でいいと思う。だってここにポン酢あるからタレかけようと思ったら、ね、ポン酢かけたら意外味変もできるんですもんね、うん、ここで僕が今注文したカツオをわら焼きしてくれるそうでございます。わらに火つけた。なんだこれ、うわ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 、待て、めちゃめちゃ炙ってる、すげえ、うわ、どんどんくべてるよ、わらを。ひっくり返して、ひっくり返して、こういった、あ、はい、スッスッスッと切ってる。わあ、すごかった、いい光景だった。盛り付けてくれてますね、今ね。割と一瞬の出来事でしたね、でもね。来ました。ちなみに今日は塩が見えます。舐めたらいかんぜよマリさんの共演者であります高橋元さんが案内してくれてます、うん、食べてみて。でまずはシンプルに、ね、そう何もつけずにいきたいですよね。さっき召し上がって。あ、そうかそうか、食べるよ。ちょっと先にいただきます。すいません、なんか、うん、うわー、シンプルでいきますよ、最初。どうぞ。いただきます、うん、めちゃめちゃ香ばしい。周りがちょっとまだあったかいんですよ。すでに表面が薬味の働きしてるくらいの、うん、香ばしさありますね。ああ、そうやね。ね、節感が ね。だからみょうがとかわさびとかネギとかやってほしいんですよね。とかいろいろやってほしい。飽きたら、うん、いや飽きることないですよ。飽きることない。初めてだから今日、あ、お、なんなる、これはわら焼きじゃない。目の前で今何が起きてるんですか。これわら焼きじゃないけど、じゃあ、うん、でもみょうがとかつけて食べてみたら。これをまず一ついただきまして、うん、この上にみょうがを乗せまして、うん、まあまあ、わさび、うん、私はわさびおすすめできます。わさび、うん、で、ゆず酢、うん、ゆの酢、美味しそうですね。ああ、美味しそう。で、薬味野菜、みょうがはね、高知ね、周年栽培日本一だよ。みょうがの生産量日本一だよ。これもこれで、うん、いいですね。うん、ドレスアップした感じになりますね。ドレスアップ、はい、カツオが、いいね、さっきのシンプルも良かったですけど、そうそうそうすごい、ドレスアップ食べて食べて、まあ、カツオばっかり食べる感じやけど、青さの天ぷらだ。ガメでいていいですか。うん、僕大好きなんで、ああ、そんなもんでいい。僕本当にサクサク感がもう出てますね、この時点でね。うん、ホテル版の観光料理とか、うん、もちもちしてるんですね、食感が。ああ、そうやね、あの外側サクサクで、そうやね、あの内側は甘さがギュッと詰まってて、それがもちもちの食感で、天つゆでもいいかよ。だからこれも絶対絶対天つゆもいい。天つゆ大根おろし入れるか、はい、入れる派です。はい、入れちゃった。そういうことや、そういうことなら、うん、つけちゃいます。普通に天ぷらみたいに、はい、もうこいつ今度はガバって、はい、もうガバって、はい、なんかちょっとね、ハイジ東京の人やね、上品。ありがとうございます。ありがとうございます。また違うもんね、全然変わりますね、これ。どっちも美味しい、うん、というか食べてくださいよ、本当に。おすすめをしてくれて、あ、いや、うん、もう大体食べちゅきが、でも1個いただくわ、うん、美味しいです、うん、いや美味しい、でもこれは美味しい、うん、つまみながら食事も食べていきたいっていう、そうなんや、はい、あ、でもそれは一度これぐらい、それぞれの食べ方があってね。そうそうそう、青ネギいただきます。あ、ネギもやったらいいね。はい、絶対に、まあ、私はみょうがが好き。大葉もあるでみょうがをしてますよね。みょうが一応してみょうがも入れておきましょう、うん、はい、ありがとうございます。みょうがはやっぱりないと